石原慎治5月25日2018年3月6日は日本の元作家、元ヤクザ、東京都墨田区出身。夜回り組長と呼ばれたびたびメディアに登場したが、2017年から翌2018年にかけて強盗殺人や傷害事件を起こし受水自殺を遂げた。1938年、東京都墨田区東両国生まれ、もなく空襲を避けるため、 千葉県奈良市の市に疎開。父親は闇ブローカーで母親は担ぎ屋をしていた。父親の暴力に耐えかねて12歳で家で東京の繁華街で不老児として過ごし銀座のナイトクラブのホステスに拾われる。ホステスは若かったため石原を愛人や彼氏とは見ずに自らの子供として接した。読み書きはそのホステスに教わったという。15歳で チンピラ、22歳で、暴力団構成員となり、銃刀法違反、障害など犯罪を重ね、大阪刑務所をはじめ、宮城刑務所、府中刑務所と刑務所で30年近くにわたり服役。2001年5月、徳島刑務所での服役後、刑務所式などを発表。また、自身の体験をもとに繁華街で、若者の悩みを聞きながら、 飛行の防止や構成を支援する活動を独自に始めるようになり、夜回り組長としてメディアで大きく取り上げられる。テレビ番組への出演や執筆活動をこなし、さらには反省が映画化もされた。しかし、その当時交際していた資産家の女性と別れてから生活に困窮するようになり、昔の仲間やマスコミ関係者に借金を申し込んだり、 自分の服を強引に売りつけるなどトラブルが増え始める。また死後、メディアの取材によって石原が生前語っていた経歴が虚偽のものであったことも判明しており、実際には組を持っていたことも、幹部などの役職に就いたこともなく、引退するまで下っ端の構成員だったという。石原が殺人を犯した簡易宿所2017年10月26日未明。 東京都豊島区のサウナ付き簡易宿所において、当時70代の男性利用客を考察し、時価100万円相当の腕時計を奪う事件を起こす。翌2018年3月6日夜、今度は、墨田区内の公園で男性を刃物で切りつける事件を起こした後、墨田川に飛び込み、敵死。79歳没。同年4月5日、前年10月に起こした。 強盗殺人で容疑者死亡のまま書類送検。報道では職業不詳とされた。ありがとうございます。